皆さんこんにちは、伊藤夫婦チャンネルのゆっきーでーす。よろしくお願いします。顔出し、顔出し、顔出しするの？しないよ顔出しはしないよ、うん。公園の中を歩いていきますが、道がすっごい綺麗なんですよね。芝もゴミも全然落ちていなくて、すっごく手入れが行き届いている道路です。で、右側にですね、まだちょっとカメラが向いてないんですけども、これから向きますね。芝がかなり綺麗に揃っているような状態です。赤い機械がありましたが、あれでですね、芝を同じ長さに枯れ揃えていくような形になっております。で、どんどん登っていきますが、まあ、ちょっと撮影が初めてなもんでですね、かなりプレッシャーあります。ごめんなさい。で、有料の循環バスです。1回乗ろうと思いましたが、お金が意外とかかるみたいで、じゃあ歩いていこうということで、前に行かしては歩いていきましたけども、まあ、今回はもう元々自転車に乗るつもりで来ましたので、そのままセンターの方に向かっていきます。サイクリングセンターまでやってきましたが、売店が横に併設されていますが、それに関しては後ほど、それに関してはご紹介させていただきます。コロナ対策の看板ですね。近づくな、密になるなということです。もちろん2人の自転車は乗れません。4月5月は3時間券のみです。3時間越した分は追加料金をお支払いくださいということですね。平日なんかではレンタサイクルを南口で今回借りますが、それを3日で返してもいいよという意見が聞きますが、車で来てるんでね、うちで返すと南口まで歩かなきゃいけません。なので北口で返すとか中央口で返すとか、そういうのをせずに一人と南口で今回は返したいと思います。電動自転車出払ってしまっています。朝一来ないと乗れないんですかね。都心なんか行くとですね、レンタルサイクルで15分、150円だったかな、そのぐらい自転車借りられますが、電動自転車なんですね。あれすごいです。小屋に入るとたくさん自転車があります。子供用から大人用まで、子供用も数種類自転車がありました。本当はマウンテンバイク形式のものを借りてギアが多い方がいいんですが、カゴが欲しいので3段のママチャリです。物としてはね、すごい綺麗に整備されているような感じなんですけども、まあ、座ってみるとサドルが硬い。英語の看板ですね。グローバル対応です。サイクリングコースは歩行者禁止になって歩行禁止になっていますので、自転車には自転車しかいないようになっていますが、まあ、たまに道に迷った方が歩いているような状況です。右見て左見て、自転車来ないというわけで出ていきます。出発です。上着持ってきたんですけども、上着もいらないようなあったかい気候でしてね、まあちょっと上着持ってきたのが失敗かなと思ったんですが、まあ、上着なかったらこうやって自転車で撮影ができていなかったんで、まあ逆にあってよかったかなと思っています。まあこうやって鉄橋に固定してるんで、ガタンと上に行ってしまうこともあります。下り坂なんかは非常に快適です。ただ下りがあるということは上りもある。ここまでは上りだったんで、そこまでは大変でした。まあ、今のところ快適なシーンをお見せさせてもらってはいるんですけども、非常にこの区間快適でしたね。まあ、この後またもっと楽しい区間ありますので、それはまた後ほどご覧に入れたいと思います。一方通行でね、分かれていますので、非常にやっぱり漕ぎやすいです。対向車がいないのはいいですね。後ろから来る速い自転車にだけ気をつけ配っていればいいですので、すっごく走りやすい道だと思います。この長い長い下り坂をですね、自転車の後ろに誰も乗せずに、ブレーキいっぱい握りしめることもせずに、疾走と駆け下りていくんです。これがまた気持ちいいんですよね。この新緑の中、森の中を自転車で颯爽と駆け抜ける感じ、すごくいいんです。そろそろ分岐点来ますので、あと 50m ですね。そうしたら分岐点が来ます。この時実際西口のわんぱく広場というところを目指していたんですけども、まあできる中央口だと思ってですね、右行ってしまうんですね。中央口目指して右に行きます。まあ結局この選択がですね、お昼ご飯すごくいいところで食べれたらね、いいんです。間違ってなかったです。
さあここからですね、長い下り坂です。ひゃっはーって言いながら下っていきます。叫んでも大丈夫です。周りに自転車はおりません。平日ですから。さあここ長い下り坂、ずっと画面の奥まで下り坂続いているんですけども、ここ右見渡すとですね、渓流のある非常に駐輪場から近い食事どころです。お弁当食べるにはうってつです。テーブルもあります。トイレもあります。裏口もあります。なのでここから惰性で奥まで突き捨ていきたいところでしたが、ブレーキかけて駐輪します。お昼ご飯食べましょう。さあこのためにですね、いろいろ買い込んできましたので、それをこれからお披露目します。ここにはテーブルとですね、机のセットが、テーブルと机と同じですね、椅子と机のセットがたくさん置いてあります。花も植えてありますね。非常にいいところです。屋根付きのところ撮りましたんでね、本当は撮影上光があるところ良かったんですけども、ちょっと暗くなってしまいますね。すみません、座席選びミスりました。さあ並べて撮影の準備していますので、さあドデーンとこんな感じでいろいろ買っております。あとはじっくり自慢しますので、夜中見てる方は注意ですよ。さあ割引シールたくさんあるのが恥ずかしいんですけども、まあ、どうせすぐ買って1時間ぐらいで食べているような状況で買っていますので全然いいんです。積極的に取りました。グラタンなんかもですね、スーパーでレジ通した後温めてから切りますが、結構ぬるくなっちゃってますね。さあここでグラタンサクサク取りますが、取りますが、コロン、取れた。なんとカメラの前で見せてくれないこのカメラ慣れしていなさ。さあここでですね、マグロのたたきを太巻きといなりを開けようと思ったんですがな、いかんせん片手でカメラ持っていますので、片手じゃなかなか開けられない。開けてもらいます。要介護です。なんと醤油もかけてもらっています。至れり尽くせりですね。ドボ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 、オッケー、センキュー。生かけすぎてもね、辛くなっちゃうんで。なんと醤油がこぼれています。さあそんなことにも気づかずに、まあのんきにマグロのたたきをどやってること、パクリもくもくもく。そしてグラタン見せるが、まあなんとそんなに美味しくなさそうな部分、それに気づいてこじめのついた部分を見せますが、もう今や遅き。ただなかなか取れない、なかなか取れて、取れた、どやー、泣きに耐えましたね。ちょっと美味しそうな部分が見せてくれました。お、醤油がこぼれていることに気づきました。お手拭きで済ませます。レシピ、そんな傍らなんと稲荷をどやるこののんびり感、もうちょっと慌てたらどうだ。それにしても稲荷はやっぱ美味しいですよね。うん、稲荷好きなんですよ。あまお半額です。ちょっと痛みが見えますが、まあ半額なんでいいでしょう。かしわ餅、こしあん、にじぱびき、味噌ポテト、意外とこれが美味しいんですよ。そしてサンドイッチ、テリヤキチキンと卵サンド300円。さあこのサンドイッチはもうコンビニみたいに最後まで詰まっているんでしょうか。具がせーのでん、おー、きちんとタレが反対側の端っこ近くまで染みていますね。まあさすがに反対まで同じというにはいきませんけども、まあ半分以上もうほぼ味付いているとこは多いので、うん、いいんじゃないですかね。300円でこれならすごくいいです。さあ味噌ポテトです。ご存じない方多いかもしれませんが、まあ、B 級グルメにもならないんじゃないですかね。うん、主食にはなかなかならないですから、ポテトをですね、
じゃがいもを衣をつけて揚げて味噌だれにつけているような食べ物ですので、まあ C 級グルメなればいいんじゃないですかね。おやつです、本当にもう。まあ、ただこれがね、衣がサクサクしていて、じゃがいもがホクホクしてて、そして味噌だれが美味しくて、いいんです。結構好きですよ。秩父の名産ですので、秩父来た方はぜひ一回食べてみてください。美味しい。あっためればよかった。そうだね。あっためればよかったね。そう思ったのそれ。さっき。これもやればよかった。さあグラタンのスプーンで割っていますが、まあ結構衣が硬いんでね、結構割れないところがございますので苦戦はしています。このタレもですね、サラサラしているわけでもなく、結構ドロッと粘性のある液体で、ツヤツヤもではありますので、お、うまそう。編集してるこっちもまた食べてきたくなっちゃいましたね。デザートですね、いちごとかしわもち。かしわもちは白にこしあんです。いやー、綺麗な色してますね。そしていちご、これ半額で買いました。もともと500円、それが半額なので250円。一列にスポンジの上に乗っていましたので高級いちごです。まあ、ちょっと痛み目立ちますがいいんじゃないですかね。で、固有財産表示表、一般会計です。一般でなければ特別会計でしょうか。さあ、ゴミを分別して結んだところでごちそうさまでした。ここにはね、素敵なことに燃えるゴミとプラスチックビニールゴミとペットボトルと缶とゴミ箱があります。きちんと分別して捨てましょう。そしてここではうどんが食べれます。野菜かき揚げうどん、きつねうどん、たぬきうどん、まあこんな価格なんじゃないですかね。そして売店には遊び道具、バドミントン、なんかの鉄砲ですね、水鉄砲ですかね。ちょっと変色しているようなウルタンボール、ゴムでピューンと飛ばす飛行機。遊ぶものには困らないですね。そしてルピナスキャンディ、飴職人手作り、キノコ汁もついてますね。あ、意外と焼きそばとかもあるんですね。焼きおにぎり、ホットスナック、いろいろあります。モナオ、パピコ、ソウ、アイス150円です。もっと厚ければね、いいんですか。見どころマップ、秩父 B 級グルメ、味噌ポテトチップス。 B 級グルメだったんですね、 C じゃなかった、まあ、ホットスナックもある程度できてはいますので、すぐ買うこともできそうです。そして、裏にはね、渓流があったんですけども、まあ、こういう形でここの部分に関しては水遊びができるということなので、もうお子さん連れなんかは真夏来るとキャッキャ挟いでいいんじゃないでしょうか。そしてここまでが綺麗な水、そしてこっち側は遊ばないでねという形で書いてあったので、池の水でたんでしょう。うん、やっぱちょっと透明度が違いますね。水の中には入れません。さあ、ズカ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 上流の方を登っていきます。さあ、ここでまた綿毛を飛ばして遊んでる。また新しい命が芽吹いてくるんですね。うん、ちょっと小汚いですね。水が汚れも溜まってます。さあ、また綿毛を飛ばす、また綿毛を飛ばす。ちょっとまだ熟してないのかな、飛びにくいですね。渡れてこうなってるんですね。無理くり飛ばしました。さあ、残りちょっとまだ羽開いてないんで、なかなか、熟していないんでしょう、種が。さあ、渡りの仕返しです。腕につきました。で、小屋に向かってたところの左側にあった大きな池ですね。菜の花も綺麗に咲いてますね。水の中から木が生えてるところもあります。マングローブみたいですが、まあ、マングローブの木ではないでしょう。新しく出てきた葉っぱなので、新緑という感じですね。桟橋がありますが、桟橋は古いのかな、中には入れません。残念。救命用の浮き輪もあります。落っこちる人がいるんですかね。落っこちたくないですね。
ラウンドアバウトですかね、丸いとこにいろんなとこから道が来ています。さ、真ん中には花が咲いています。綺麗ですね。さあ、そして場所は変わって、ここは中央口、噴水があります。さあ、ここはもう自転車乗れないので押しては歩いているんですけども、ここで気づきます、遊具がないというわけでですね、西口の方まで自転車を漕いできました。あんまりね、人映せないんで、ちょっと下向きにカメラ向けちゃってますが、まあ、これにはもう一つ目的があります。ドーン、あー綺麗だ、よく咲いてますね。ネモフィラです。立ち入り禁止ですね。うん、青と白のコントラストが綺麗ですね。マルチが敷いてあります。玉ねぎ用マルチ使って貼っていますね。これどうやって貼ったかっていうと、苗を植えるにはちょっと労力がかかりすぎるんで、まあ、ベッド作って種ばらまいて、その上からマルチを貼ったのかなと思います。ちょっと高台まで登って見下ろす形で見てみます。倒れてるところもありますが綺麗ですね。ちゃんと散水できるようにホースも貼ってありますね。さあ、ちょっと離れたところから見ていますが、骨組みの上にフラワーネットを貼っています。あそこに何か這わせるんでしょうね。さあ、ここはもみじです。季節間違えたんですかね。ちょっとお茶目な季節よ、これだけ赤いです。さあ、どんどん進んでいきましょう。さあ、この奥は水遊び場です。噴水とか真夏になれば出てくるんですけども、まあ、この左側とか階段の間にあるところは水が流れるところですね。まあ、全く今水出しても寒いので全く出ていません。人がいなくて寂しいですね。夏になれば賑わうんでしょうけどね。さあ、ここは水のものが売ってそうな売店です。さあ、これも夏になれば水がそこに溜まって、水に浮いたような建物になるんでしょう。さあ、ここからが本番です。アスレチックコーナー。さあ、まず真正面に海賊船が見えますね。元気もりもり号。さあ、大人2人が入っていきます。子供たちは誰もいません。遊び放題です。くぐり抜きをくぐり抜きます。さあ、これ片手で、まあ、カメラ持って撮影しながらなので、結構登るの大変ですね。片手しか使えないっていうのは意外と不便です。さあ、ちょっと片手だとね、この船の上じゃ、元気もりもりようですね。この上じゃちょっと何もできないので、降ります。片手でロープ掴んで、意外とこれ足場が滑るんですね。ここからついていきます。ついてる。さあ、もう一人が降りてくるのを待っています。さあ、ローラー滑り台です。これ24番って書いてありましたけど、本当はこれ最後なんですよね。まあ、これが楽しみに来たところありますので、とりあえず最初に滑ります。ガラ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 滑っていきますが、ここ当倍でお送りしています。昔ちょっと引くものがあったと思うんですけど、ないんですよね。まあ、最近流行りの空気の関係ですかね。特定多数が触るものは、あのようにしているんでしょうか。ゆっくりゆっくり滑っていきますが、これ足でブレーキかかっちゃうんですね。もう再クリアしなきゃいけないのかなと思いましたけども、そのカーブのところで足が当たるんです。それでブレーキがかかっちゃうんです。後ろに追いつかれてつきます。まあ、ラインの大人2人が30前後の2人がね、ゲリラを入れてって、ちょっと見えます。ああ、ここで足を思いっきり当たってブレーキがかかる。飛び降りて、受点。来ましたね。さあ、どんどん次行きましょう。2番、3番ですね、これはすっ飛ばして。はい、吊り橋です。これも片手なんでね、ちょっと揺れるんですけども、たまにジャンプしながら、これ落ちたら汚いですよ。これも片手なんでね、結構大変なんですけども、とりあえず頑張りました。三角橋ですね。
これはもう歩くだけなんでちょろいもんですよ。タッタッタッタ歩いていきます。続いてですね、ターザンです。ターザンこれは楽しいですよ、まあ、2人分いるんでね、両方持ってせーので持っていきますよ。で渡します、自分のとこ来ます、乗ろうとしますが乗れない、乗れない、仕方がない、諦めます。で戻ってくるまでしばしお待ちください。なっちゃんは足のせる玉の部分がちっちゃくてこっちは足のせならないって諦めちゃいました。ターザン楽しかったですよ。で次のエリアに向かっていきます。どんどん歩いていきますと、お、丸太が見えますね。左手にはお、ボルタリング、ちょっと命の長いコードですね。でこれがトランポリンの看板ですかね。でブランコブラブラと木漏れ日を見ながらね、うん、のんびりここっていいですね。でさっきの丸太の部分、これはですね、もうバランス取りながら進むだけなんで多分です。で丸太の部分をガンガン進んでいって、これ上丸くないんでね、すごい歩きやすいです。でまた丸太を登って登って、ピョン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 、丸太橋ですね。これはそんな難しくないですね。こっちはちょっとやっぱブラブラするので、そのバランス取りながらだと厳しいですね。かつでこっちはまあでかい紐なんでです。これもまあそんなに、うん、難しいです。で左側立ち位置なので右に行きます。さあ今度なっちゃんが丸太をぴょん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 進んでいきます。途中で諦めましたね。なんてこった。今のは片手じゃ無理なんで諦めます。これはまあいいとして、でなっちゃん後ろからついてきて、こっちに両手じゃないといけないんでなっちゃんに行ってみます。作戦することすぐだからお楽しみください。え、もう少し到着。で今度ね、なっちゃんにカメラ渡して、まあ、私本人が両手じゃないとダメなんで進んでいくわけですけども、今度ボール乗ってこれ移っていくんですけども、ちょっとカバンが重くていろいろ体力の限界が来て、そろそろ諦めます。ゆらゆら運転は飛ばしましょう。で座りターザンですね。お座りターザン、椅子持ってきて座ります。座り横向いてますね。このまま滑るとくるんぐるんぐるんぐるんと真ん中まで戻ります。でもう一回、じゃあ今度まっすぐ滑ろうということで、まっすぐセットして、せーのせーの、それーうん、次の人ここで終わりです。交代します。はい、では改めて地図を見ていきましょう。元気もりもり号から始まって飛ばしたものもありますが、ブランコ滑車まで終わりました。21番です。24の滑り台まであります。で鎖で登るところの手前には吊り橋から落っこちた人のための救命の浮き場があります。さあここ鎖がありますが使ってません。なぜなら片手でカメラを持っているからです。なっちゃんはちゃんと使ってますね。これ手が鉄臭くなっちゃうんですよね。まあ後で洗えばいいんです。で、戻ってきました。ローラー滑り台です。最初に滑りましたが、実はこれ最後の鳥なんです。まあ最初に滑りたくなっちゃいますよね。最初は滑った時何も引かなかったんで、お尻がジャグジーずっと当てたみたいに痒くなっちゃったんですが、ゴザを使うことでね、これ解決できるんです。ちょうど持ってたんですよ。これ存在忘れてましたね。膝を曲げてますので、ドラクザみたいにしてるんですね。なので、まあ、なかなかの速度が出ます。そして、きっちり決めます。この素晴らしさをなっちゃんに伝えたら、ぜひ、私も滑りたいというので、滑ってます。非常に快適だそうです。以上。おっと、ここにかなり速度が上がってた。ピースして、余裕の表情です。さあ速度が乗ってきて、少しバランスを崩してる。あんまりバランス感覚良くないぞ。体幹鍛えた方がいいんじゃないか。そして着地、転ぶ。
着地点は0点です。さあ南口まで戻ってきて自転車を返しました。セブンティーンアイスで買いましたね。クッキー&クリーム、そしてグレープシャーベット。帰る途中気づかなかったんですが、ここが昔ゲートだったんですね。ここで自転車を降りてゲートをくぐるということですね。そしてこっちには券売所ですね。まあ、その当時機械はなかったでしょうから。で入り口のところ全然最初気にも留めなかったんですが噴水あります。まあ、そんなに大きく水が出てるわけじゃないですが、まあ、静かに出てますね。手前にはお花も植えてあります。よく見てみましょう。4月16日、整備されてて綺麗ですね。いい花壇です。さあもうゲートまで戻ってきましたのでこのまま帰っていきましょう。さあこれね、駐車場の中にも少しの花壇があってこんな感じでお花が植えてあるんですね。で出口また来てね。ここの正規の駐車料金は650円です。すごい様々な方法で払えますね。出口まで来たところで今回の動画はこれで終わります。どうもありがとうございました。 Thank you.